愛しい我が君、気高く麗しい悪の花、あなたこそが世界で一番美しい。鏡よ鏡、教えておくれ、この世で一番。闇の鏡に導かれし者よ、汝の心の望むまま鏡に映る者の手を取るがよい。星をも灰にする炎、時をも封じ込める氷、空をも飲み込む大樹、闇の力を恐れるさあ、力を示すがよい。私に、彼らに、君に残された時間は少ない。決してその手を離さぬよう。やべ、そろそろ人が来ちまうぞ。早いところ制服を。この蓋、重たいんだぞ。こうなったら、奥の手だ。ふなー、それ。さてさて、お目当ての。いやー！お前、何でも起きてるんだ。俺様はグリム様なんだぞ。まあいい、そこの人間、俺様にその服をよこすんだぞ。目の前の俺様を無視するとはいい度胸なんだぞ。このグリム様に目をつけられたのが運のつき、お前のその服をよこすんだぞ。さもなくば丸焼きだ。こいつ待つんだぞ。だからタヌキじゃねえって言ってるんだぞ。俺様の鼻から逃げられると思ったか、人間め。さあ、丸焼きにされたくなかったらその服を。痛えぞ。なんだこの紐。紐ではありません。愛の鞭です。ああ、やっと見つけました。君、今年の新入生ですね。ダメじゃありませんか。勝手にゲートから出るなんて。それにまだ手なずけられていない使い魔の同伴は高速違反ですよ。話せ。俺様はこんなやつの使い魔じゃねえんだぞ。はいはい、反抗的な使い魔はみんなそう言うんです。少し静かにしていましょうね。まったく、勝手に扉を開けて出てきてしまった新入生など前代未聞です。はあ、どれだけせっかちさんなんですか。さあさあ、とっくに入学式は始まっていますよ。鏡の前へ行きましょう。あなたが目覚めた、たくさんの扉が並んでいた部屋です。この学園へ入学する生徒は
すべてあの扉をくぐってこの学園へやってくるのです。通常特殊な鍵で扉を開くまで生徒は目覚めないはずなんですが。それまでの世界に別れを告げ新しく生まれ変わるあの扉の衣装にはそんな思いが込められているのです。結局元凶はすべてこの使い魔のようですね。連れてきたのならちゃんと責任持って面倒を見なさい。おっと、長話をしている場合ではありませんでした。早くしないと入学式が終わってしまう。さあさあ行きますよ。おや、君まだ意識がはっきりしてないんですか？空間転移魔法の影響で記憶が混乱してるんですかね。まあいいでしょう、よくあることです。では歩きながら説明して差し上げます。私優しいので。ここはナイトレイブンカレッジ。世界中から選ばれた類まれなる才能を持つ魔法師の卵が集まるツイステッドワンダーランドきっての名門魔法師養成学校です。そして私は理事長よりこの学園を預かる校長、ディア・クローリーと申します。この学園に入学できるのは闇の鏡に優秀な魔法師の資質を認められた者のみ。選ばれし者は扉を使って世界中からこの学園へ呼び寄せられる。あなたのところにも扉を乗せた黒い馬車が迎えに来たはずです。あの黒き馬車は闇の鏡が選んだ新入生を迎えるためのもの。学園に通じる扉を運ぶ特別な馬車なのです。古来より特別な日のお迎えは馬車と相場が決まっているでしょ。さ、入学式に行きますよ。さ、これで入学式と両分けは終わりかな。いいかい新入生たち、ハーツラビル寮では僕がルールだ。逆らう者は首をはねてやるから、そのつもりで。やっとかったる式が終わった。さっさと寮に戻るぞ。サバナクローリオ、ついてこい。新入生の皆さん、この度は入学おめでとうございます。皆さんが充実した学園生活を送れるよう、オクタビネル寮寮長として精一杯サポートさせていただきますよ。それにしても学園長はどこに行っちゃったのかしら。式の途中で飛び出して行っちゃったけど。職務放棄。腹でも痛めたんじゃないか。違いますよ。あ、来た。まったく、もう新入生が一人足りないので探しに行っていたんです。さあ、両分けがまだなのは君だけですよ。タヌキ君は私が預かっておきますから、早く闇の鏡の前へ。何時の名を告げよ。何時の魂の形はわからぬ。何ですって。この者からは魔力の波長が一切感じられない。色も形も一切の無である。よってどの寮にもふさわしくない。魔法が使えない人間を黒き馬車が迎えに行くなんてありえない。生徒選定の手違いなどこの100年ただの一度もなかったはず。一体なぜ。だったらその席お礼様に譲るんだぞ。あ、待ちなさい、このタヌキ。そこの人間と違って
俺様は魔法が使えるんだぞ。だから代わりに俺様を学校に入れろ。魔法ならとびっきりのを今見せてやるんだぞ。みんな捨てて。うわっ、あっ、ちょ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 、尻に火が。このままでは学園が火の海です。誰かあのタヌキを捕まえてください。ちっ、かったりや。あら、狩りはお得意でしょ。まるまる太った絶好のおやつじゃない。なんで俺は。てめえがやれよ。グローリー先生、お任せください。痛いけな小動物をいたぶって捕獲するという皆さんが嫌がる役目、この僕が受け負います。さすがアズール氏、内心の点数稼ぎきましたわ。なあ、誰か俺のケツの火消してくれてもよくね。皆さん、私の話聞いてます？はあ、狸捕まえるくらいあんたがやりゃいいだろう。先生、俺様はタヌキじゃねえって何度言わせるんだぞ。偉大なる魔法師になる男グリムとは俺様のことだぞ。威勢のいい小動物ですね。リドルさん、お願いできますか。違反者は見逃せないからね。さっさと済ませるとしよう。オフイズユアヘッド。なんじゃこりゃ。ハートの女王の法律第23条、祭典の場に猫を連れ込んではならない。猫である君の乱入は重大なルール違反だ。即刻退場してもらおうか。俺様は猫でもね。こんな首はすぐに燃やして。あれ、炎が出ねえんだぞ。僕がその首輪を外すまで君は魔法を使えない。ただの猫同然さ。なに、俺様はペットじゃねえんだぞ。心配しなくても、君みたいなペットこっちから願い下げだ。ま、学園からつまみ出される頃には外れてるよ。いや、相変わらず素晴らしいですね。どんな魔法でも封じてしまうリドルさんのユニーク魔法、絶対に欲しい。じゃなくて、僕なら絶対にかけられたくありますね。どうにかしてください。あなたの使い魔でしょ。しっかりしつけを。え、あなたのじゃない。そうでしたっけ。うん。では学園外に放り出しておきましょう。鍋にしたりはしません。私優しいので。誰かお願いします。ギニャー、俺様は絶対絶対大魔法師になってやるんだぞ。ま、少々予定外のトラブルはありましたが、入学式はこれにて閉会です。各寮長は新入生を連れて寮へ戻ってください。ん？そういえばディアソムニア寮寮長のドラコニア君の姿が見えないようですが。あいつがいないのはいつものことだろう。あれ、もしかして
誰もシキのこと伝えてないのか。そんなに言うならあんたが伝えてやればよかったじゃない。でも俺あいつのことあんま知らないんだよな。ドラコニアってまさかあのマレウス・ドラコニア。この学校に通ってるってマジだったのかよ。怖え。やはりもしやと思って来てみたが、マレウスは来ておらなんだか。また式典の知らせが届いていなかったと見える。申し訳ありません。決して仲間外れにしたわけじゃないんですよ。どうも彼には声をかけづらいオーラがあるんだよね。まあよい、ディアソムニア領の者はわしについてくるがいい。あやつ拗ねていなければよいが。さて、大変残念なことですが、あなたにはこの学園から出て行ってもらわねばなりません。魔法の力を持たない者をこの学園へ入学させるわけにはいかない。心配はいりません。闇の鏡がすぐに故郷へ送り返してくれるでしょう。さあ扉の中へ。強く故郷のことを念じて。さあ闇の鏡よ、この者をあるべき場所へ導きたまえ。もう一度。闇の鏡よ、この者を。どこにもない。え、この者のあるべき場所はこの世界のどこにもない、無である。何ですって、そんなことありえない。ああもう今日はありえないのオンパレードです。私が学園長になってからこんなことは初めてで、どうしていいか。そもそもあなたどこの国から来たんです。聞いたことのない地名ですね。私は世界中からやってきた生徒の出身地は全て把握していますが、そんな地名は聞いたことがない。一度図書館で調べてみましょう。やはりない。世界地図どころか有史以来どこにもあなたの出身地の名前は見当たりません。あなた本当にそこから来たんですか。嘘をついてるんじゃないでしょうね。こうなってくるとあなたが何らかのトラブルで別の惑星あるいは異世界から召集された可能性が出てきましたね。あなたここへ来るときに持っていたものなどは、身分証明になるような魔導者免許証とか靴の片方とか、見るからに手ぶらですけど。困りましたね。魔法を使えないものをこの学園に置いておくわけにはいかない。しかし保護者に連絡もつかない無一文の若者を放り出すのは教育者として非常に胸が痛みます。私優しいので。そうだ、学園内に今は使われていない建物があります。昔寮として使われていた建物なので、掃除すれば寝泊まりぐらいはできるはずです。そこであればしばらく宿として貸し出して差し上げましょう。その間にあなたが元いた場所に帰れる方法を探るのです。ああなんて優しいんでしょう。私教育者の鏡ですね。では善は急げです。寮へ向かいましょう。少し古いですが趣のある建物ですよ。そうでしょう、そうでしょう。さあ中へどうぞ。ここであれば
とりあえず雨風はしのげるはずです。私は調べ物に戻りますので適当に過ごしていてください。学園内はうろうろしないように。では。コウモリが水鉄砲食らったみたいな間抜けな顔してるんだぞ。俺様の手にかかればもう一度学校に忍び込むことくらいチャラいチャラい。ちょっと外に放り出したくらいで俺様が入学を諦めると思ったら大間違いなんだぞ。こら、お前ちょっと俺様の事情を聞いてやろうとかそういうのないか。人間の風上にも置けない野郎だぞ。話くらい聞くんだぞ。なこら、お前ちょっと俺様の事情を聞いてやろうとかそういうのないか。人間の風上にも置けない野郎だぞ。話くらい聞くんだぞ。なとんじゅんの話なんだぞ。俺様が大魔法師になるべくして生を受けた天才だからなんだぞ。いつか黒い馬車が迎えに来るのを俺様はずっとずっと待ってた。なのに、ふん、闇の鏡も見る目がねえんだぞ。だから俺様の方から来てやったってわけだ。俺様を入学させないなんてこの世界の損失だってのに人間どもは分かってねえんだぞ。うつぶて、天井から雨漏りしてやがるんだぞ。また水が降ってきた。俺様のチャームポイントの耳の炎が消えちまう。こんな雨漏り魔法でパパッと直しちまえばいいんだぞ。ってお前魔法使えねえのか。プープー、使えねえやつだぞ。え、手伝いって。いやなかった。俺様はちょっと雨宿りしてるだけのタモンスターなんだぞ。ツナ缶も出ないのにただ働きするのはごめんなんだぞ。久しぶりのお客様だ。腕が鳴るぜ。何を大騒ぎしてんだ。お化け。ここに住んでた奴らは俺たちを怖がってみんな出て行っちまった。俺たちずっと新しいゴースト仲間を探してたんだ。お前さんどうだい。大魔法師グリム様はお化けなんか怖くないんだぞ。ぶな、どこ見てるんだ。こっちだこっちだ。ちくしょう、出たり消えたりするんじゃねえ。うるせえ、俺様に指図するんじゃねえんだぞ。なな、俺様は天才なんだぞ。こんな奴ら一人でも。お前らたくさんいて卑怯だぞ。おいお前、お化けがどこにいるか俺様に教えるんだぞ。この調子で全員追い出してやるんだぞ。